子供だって思わないんですね、私は。あの一人の人間として、あの叱る時も、あの自分の気持ちがイライラしてる時も、謝る時も、もうまっすぐ私も人間だっていうことで、親って言っても、もうずっと新人ですから、5年生になった娘に対して戸惑ってますし、成長していくたんびにこれどうしたらいいのって思うので、だからもう一人間として、はい、一人の女性として娘に接してますし、一人の男性として息子に対してあのですね、だからお姉ちゃんと喧嘩しても、あのつい手を挙げたりとかする息子が、お姉ちゃんがまあ悪くても男が女に手を挙げるものじゃないっていうことをまず教えますし、そこからまあ原因は2人で仲直りしてっていう感じですけどね、はい、なんか一つは食、食、はい、あのいつでも何でも食べれるわけじゃないっていうことと、そのあれは好きこれは嫌いっていうものとかっていうありがたさはやっぱりあの平和への第一歩だってその思うので、だからなんでこれが食べれないのっていうことはしないように、好きなものをちゃんと出してるんです。それを大事に大事に食べる、食べる食べないで喧嘩するのはやっぱり贅沢なことなので、いつでもあるわけじゃないっていうことをまずは教えていきたいなって。